夕方メール、彼女メール受信中。僕たちの携帯で彼女、つまり皆さんからのメールを受信するコーナーです。ちょっとした悩み事やデートのお誘いメール、愚痴メール、甘えん坊メールなど、彼氏に送るっぽい内容のメールを募集します。そしてそのメールに対して僕たちはそれぞれガチ&本気の返信メールを書き、その内容が彼氏としていいのか悪いのかを皆さんに判断していただきます。今回はゲストの高橋ひろきさんにも返信メールを書いていただいてもらってます。楽しみだな。ひろきさん、どういうメール書くのか、どんなだろうね、気になりますね。これもどんどん行きましょうよ、ガチ&本気って言われたから。あ、ちゃんと書いた。ちゃんとだと思う。楽しいねこれ。さあ、それではユーザーさんからの彼女メール紹介しましょう。うん、ペンネームテラミンさんから受信した彼女メールはこちら。夕方メール。来ました。明日のデートキャンセルしていい？前髪切りすぎちゃったの。何を言うてんねん。まあ、そのリアクションコーナーの趣旨大丈夫なんだ、ね。大丈夫、毎回コーナー。まあまあ、そうですか。確かに、確かに。あ、そうですか。何言うてんねんって感じですけれども。そんな、本気で何を言うてんねんって終わりですよ。確かにそうですよね。ね。まあまあまあ、まあでも彼女から、もしこういうメールが来たらっていう。そうでしょうね。まあ、そういうことですね。そういうことですね。まあじゃあ、この彼女メールに早速返信をしてみたいと思いますけども。僕ね、今日ね、ちょっと萌えですよ。今日ちゃんと。今日珍しく、今までで。珍しく、なんかでも、うん。ちょっと書いた後に書き直ししようかなっていうぐらい。いつも直接って出すんですけど。ちょっと今日、鈴村さんのあれがちょっとどんな感じなのか。ちょっと萌え萌え見せてやる。さあ、じゃあまず鈴村健一の返信メール発表、送信します。さあ、来い。あはは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 、ほはははは。さて問題です。ほはどこにあったでしょう。正解は僕の心の中です。ほの字ってね。今度にしましょうね。なんだこれ、なんすかこれ、わかりたいっすよ。そういうことか。え、これどういうことなんですか。いや、素敵だよね。前髪切ったから原服だなと思って、うん、確かに原服っていうね。なるほど、そういうことなんだ。読み方もね、そう、これ大事ですよ。ちっちゃい「う」が萌えポイントです、これは。なるほど、原服ですね。さすがの変化球。いやー、これ愛、ね、慈愛に満ちたメールですよね。そうでしょ、いいでしょ。これもらっちゃったらちょっともう、はい、ちょっとどうしようもないですよね。キュンキュンですよ、ね、でしょ、燃えるでしょ、燃えますね。さあ、次行きましょう。はい、続いて前野智明の返信メールを発表、送信します。こちらです。クリリンみたいな頭になっても気持ちは変わらんから安心する。まあでも相当恥ずかしいか、もしくは言いにくい別の事情があるんだろうと、ちっちゃの名にかけて過ぎる。なんで気兼ねなく遊べるときに遊ぼうではないか。気が変わったらいつでも連絡、行ってちょんまげ。何、何ですか、何ですか。これすごいでしょ。すごいな、若者だ。若いんだよ。普通じゃないですか、これ。こんなのだって、どこがね、普通じゃないですか、だって。なんでお前漫画好きすぎだろ。いや、だから例えばツルパゲになっても気持ちは変わらないから、うん、何なの、安心しるって、安心しろってことですよ。しろって言えや。しろじゃねえもん。安心しろ、安心しろってことです。まあでも、まあ、まあでも多分そうなんじゃなくて、ちょっと言いにくい別の事情があるから、うん、まあキャンセルしたいんだろうなっていうのも、まあちっちゃな何かけて推理しましたってことなんですよ。あ、それもでもちょっとちょい出ししてんの嫌じゃない。何がですか。推理されてるのかしら、私みたいな。いや、だからちゃんと分かってるから安心しなさいっていうフォローも兼ねてっていうことですよ。心が繋がってる場合のみ使えるわけ、あれ。そういう、多分だって普通に考えたら前髪切りすぎちゃったぐらいでデートのキャンセルって申し出てこないような気がするんですよ、僕は。だから、いや、いや、深読みだ。いや、だからもう、もう、でも、大変だよ、俺。でも、もしそうだったとしても変わらないから安心しようって最初にフォローしておいて、あ、ね、そうでもないよっていう人が多いですよ。本当ですか。まあでも、まあでも気が変わったらいつでも言ってちょんまげって最後にフォローしてるんで。ちょんまげがダメでしょ。なんでよ、これありですよ。ちょんの、だって。ダメだよ、ちょんまげ。言ってちょんで、顔文字に曲げがあるからいいんですよ、これは。いや、これはありですよ。俺はね、はい。ヒロキに期待したい。え、何を。きっとヒロキが素晴らしく、あのね、そういう意味での期待は多分大いに裏切るとは思う。そんなことない。どう、ヒロキさんのメールって想像ちょっと。超でしょ。そうでしょ。大丈夫、大丈夫か。先輩大丈夫ですか。疲れてる、疲れてる、夜だし。芋食べるか、芋食べる、食べる。さあ、ということで、高橋ヒロキさんの返信メールをね、はい、うん、発表、送信します。食いながら言うな。あー、俺も今、後ろ髪切りすぎたとこ。明日暑いらしいから、ちょうどいいね。どういうことですか、これ。いい、いい、これいい。これどういうことですか、これ。いや、俺気づいた。
はい。俺気づいた。何どうした？俺と前のでやってるの、うん、この番組ね、はい。もうだいぶやってるの。はい。うんね、なんだけどね。そうらしいね。うん、ちょっとね、うん、ふざけすぎてた。これが正解だって。ふざけてない。これがメールだもん、これ。気がついたのかな、これ。うん、これがメールよ、前野くん。違いますよ。さっきの2通目がメールですよ、俺の。いやいや、見てこれ。いや、これもあれは最後見て。カタカナでヒロキって書いてあるんだぜ。あ、そこも乗っかってるんだ、これ。いいぜ、これ。おぉ。いや、これだろう。いやいや、どうでしょうね。優しいし。いや、今まで二人が築き上げてきたものに、乗っかれなくてごめんね。いやいや、初ゲストなもんで、ごめんね。いや、これはもう一石を投じましたよ。あ、そういうことなの、うん、これによってね、鈴村が変わってしまう可能性あります。それは困ります、ね。高橋前野の番組の可能性。それは番組として多い。いやいやいや、おかしい。それ番組としてまずい。まあ、じゃあごめん、前野と変わってくれるかな。同じ人、同じ感じで。うん、ごめん。あげ、まあ、先輩が言うんだったら、開けても思えないんで。そう。鈴のためなら開けとくよ。いや、しかし、ヒロキのこれは目から鱗やな。そうかい、確かに。いや、これ絶対今日1位ですよ、うん、じゃあもうアンケート取りましょう。取りましょうか。皆さんからのアンケート取ります。どちらの返信が、どれが、どの返信が彼氏っぽいか、皆さん投票してください。どれだろうな。よろしくお願いします。皆さんやっぱりでも個性が出ますね。いや、これは絶対ヒロキよ。いや、だってさ、台本っていうかね、うん、読ませていただいた段階には、うん、ガチで本気でって書いてあるから。いや、ガチで本気ですよ、僕ら。僕もガチで本気ですよ。ほんまかいな。ほんまですよ。いや、でもね、鈴村くんならではの愛は感じてよ。そうでしょ、うん、ほら。さあ、ということで投票が終わりました。ここまででございます。さあ、お楽しみの結果見てみましょう。こちら、ほら、多かったのは、お、ほら見ろ。多かったのは高橋さんでした。すげえ。鈴村くんの冠番組じゃないのこれ。あ、俺ね、2人の大抵一桁だから、ね。あ、そうなんだ。二桁取れたらもうすごいこと、ね。なるほどね。さすが後輩を立てるって言うんですね。いやいや、そうそうそう、そんなことないですけど。さすが俺でしょ。さすがだ。見直したよ。そうでしょ。やっぱ、ね、そういうことね。ありがとう。昭和49年生まれは違うね。そうでしょ。ヒロキだよ、やっぱり。まあ、かっこいいメールですね、うん、確かに。いやいや、あの、次来た時は、うん、ちゃんとあの、合わすから。いやいやいや、違うって。違うよ、もうヒロキはヒロキのままで言ってよ。これもう俺感動したもん今日。俺は俺のままで。そうだよ。そう。お前のまま言ってくれ。分かったよ。俺は一切更新せずにこのまま行こうと。そのまま言ってくれ。頼むぞ。ということで結果はヒロキが一等賞。さすがにありがとうございます。まあみんな納得でしょう、これはね。納得ですね。素晴らしい結果でございました。はい。さあ、そんなわけで、彼女たちの意見を参考に次回はより素敵な編集を目指したいと思います。はい。皆さんは小さな悩み事や相談事、デートの誘いなど、彼氏に送るっぽい彼女メールを考えて送ってきてください。以上、彼女メール受信中でした。